はい、皆さんこんにちは、製麺機です。今日はね、お昼ご飯こちら畑のカレーっていう、このあのフリーズドライのカレーですね。ちょっとね、賞味期限が切れちゃってて、本当はキャンプで食べようかなと思ってね、買ってきたんですけど、ちょっと賞味期限切れちゃってるんで、今日のお昼はねこれを食べたいと思います。まあプチヘアキャン飯みたいな感じですね、今日は。でこちらご飯はねもう炊いてきました。ちょっと待ってくださいね。ではご飯はもうメスティンでもすでに炊いて蒸らしてあるんで、よいしょ、ね、こんな感じでメスティン中に入ってます。炊けたかな。では半合ね、半合だけ、1合じゃなくて 0.5 合。おお、湯気出てんの分かるかな。炊きたて、どうだろう、うまく炊けたかな。ちょっとね、火の加減がね、1合だったらあの固形燃料そのままやっとけば、あ、大丈夫みたいですね、炊けるんですけど、 0.5 合だと途中でね、火の加減して途中で火を下ろさないと焦げちゃうんで、大丈夫みたいですね。ご飯炊けましたね、よいしょ。では早速ね、カレーね、今ちょっとお湯沸かしてるとこで、これの炊いてた固形燃料のね残りで、今お湯沸かしてるところで、もうだいぶもういいかな。こんな感じでね、今お湯沸かしてるところなんですけど、もうそろそろ火も消えちゃうんで、もう大丈夫だと思うんでね、これだけ熱ければ、このお湯でね、カレー作っていきたいと思います。ではじゃあこのね、畑のカレーっていうのね、天野フーズさんっていうところの、これでもね1個あの、ね、280円もする、結構いいお値段するんですよ。中を開けるとこういう感じになってますね。あとは何も入ってない、こういうのが入ってます。でこれをちょっとこうね、入れ物に入れて、でお湯を 150cc 注いで60秒で出来上がりということでね、やっていきたいと思います。よいしょ、150ね。150、おー、これで 150cc 入ったんで、来てるかな、ちゃんと。ちょっとね、ちょっとカップ混ぜて、ご飯ついちゃってますけども、スプーンに。ご飯もちょうどいい、ちょっと硬いかな。でも今美味しく炊けましたね。よーく溶かして、あー、お茄子とスイートコーンと、あと野菜がちょっと入ってますね。ブロッコリーが入って、人参とかも入ってるのかな。で1分あとね、待ちたいと思います。では1分経ちました。あー、ちょっと待ってくださいね。こんな感じですね。あ、とろみも軽くついてるかな。こうね、こういう感じのカレーですね。これをもうね、全部かけちゃいます。もうこっちご飯に似てる、映ってるかな。
こんな感じになりました。カレーできました。では早速ちょっとね、飲み物から、ノンアルね、尿酸値を下げるうまみ絞りノンアル。今日はお昼なんでお酒はなしです。ノンアルでいきます。どうしよう、あ、これせっかくこれあるから注ぐか。ではね、お先に失礼して、ノアルですけどもいただきます。シュワシュワで乾杯。いただきます。ん、じゃあどうかな、味の方はどうでしょう。で早速いただいてみたいと思います。いただきます。うん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 、おいしい。こんな辛くはないカレーですね。うんうんうん、お子さんとかお年寄りとかでも普通に食べられそうですね。うんうんうん、ピンと合ってるかな。うん、うん、お湯がねあればできちゃうんでいいですよね。非常食にもいいんじゃないかな。レトルトカレーと違ってこっちは軽くてね、コンパクトなんで、あの持ち運びだとかこうね、防災用にしまっておいたりとか、そういうのもいいのかもしれないですね。うんうん、優しい感じの味のカレーかな。うん、よいしょ。あとはね、あのゆっくり続き食べていきたいと思います。また動画の方長くなっちゃうとね、見る方も大変だと思うので、では後でね、動画編集してアップしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。今日のお昼はこちらのね、天野フーズさんの畑のカレー、メスティンでご飯炊いてこちらいただきました。これからね、ゆっくり続き食べていきたいと思います。では最後までご視聴していただきましてありがとうございました。